どうも、エルカビのエルウダです。はい、どうも、エルウダです。あの、瀬戸大也さんっていうね、あの水泳の選手、ちょっと不倫問題みたいなのでね、騒がれた人がいるんですけど、あ、はいはいはい、瀬戸長手っていうのが、見出しになったんです。瀬戸長手、水蓮が長手、長手ほうで、はい、これがね、瀬戸内寂聴と3文字被ってるんですよねっていうのがね、いや、はい、すごい発見だなっていうのを思いましたね。はい、スタートはそんな感じですか。いや、そうですね、分かりづらいんですけど、瀬戸長手ですから、うん、菊ですからね。蝶、うん、野正弘が、はいはい、女は嘘つき発言の杉田議員に待った、うん、プロレスラーなんて9割9分嘘つきということでこれはトースポで連載を持ってるんですよ、蝶野さんが。あで、はいはい、G ネタ切ってくるんですよね。あ、すごい。あ、それ知らなかった俺。あのね、まあたまに、その毎日はやんないですけど、うん、毎日やつはもうプチカシマさんだから、それはやっぱもうバラエルダンディで鍛えられた。バラエルダンディでも鍛えられてました。もうバラエティー飛んでますよ。うん、東京スポーツの、うん、あ、大阪スポーツ&九州スポーツ客員編集長、蝶、うん、野正弘が、うん、ドラマ半沢直樹にどっぷりハマった様子。今回は独自の視点で半沢を分析した上で、うん、問題発言でまたも世間を騒がせたあの議員を一刀両断したということで、ほう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 、始まりがですね、うん、おっす蝶野だ、半沢直樹が終了したな。いやもうどっぷりハマってんな。これどっぷりハマってるわ。っていうのから。おっすでしょ。そうです。挨拶でないもんな。半沢直樹終わったなって挨拶ないもん。そんな挨拶されたことないもん。ね。うん、これでもね、すんごい切ってますね。切ってます。柄本明の演技がすごいね、うん。何が一番感動したかって、あの人の演技素晴らしいわ。うん、で、その幹事長が、うん、なんか老害みたいな。はいはいはい、やつらしいんだよ、はい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 、でもあの幹事長みたいな役に一番適任なのは猪木さんだな実際それに近い、老害でしかないからねすげえこと書いてる。めちゃめちゃ切ってます。あのすごいな。ジーネタ切んのかと思ったらプロレス界切るの書いてるすごいな。プロレス界に老害はいくらでもいるよ、うん、猪木さん、坂口さん、うん、天竜さん、長州さん、ちょっと待って、やっぱりここら辺にはかなわないよ。あ、はいはい、ナチュラルに老害だから演技しなくていいすごいこと書いてんだ。あの辺に比べたら俺はまだ演技が必要だから未熟だよ、笑いということで。面白、すごいね、すごいね、うん、やっぱ関係性もあんだろうかな、これな。そうだと思う。だって長州とだって一緒にいたりするよ、ね、うん、猪木とも未だに、ね、あ、ここあるよね。政治家の話題で言うと、自民党の杉田水脈議員の、はい、女性はいくらでも嘘をつけますから、はい、結構話題になりました、はいはいはい、と発言したことは物議を醸している、うん、この人は多分嘘つきなんだろうな、うん、ちょっと待って直球すぎるってちょっとまあまあ多分ね、まあ、まあ女性だけじゃなくて男も嘘をつくやつは永遠に嘘ついてるし、うん、プロレスラーなんて9割9分嘘つきだよ、うん、武藤さんは、うん、若い選手が足をのじ固めやったら、うん、あれは俺の技を盗んでるとか嘘ばっか言ってる、うん、昔からある技だし盗んだのは武藤さんだ、うん、ああデストロイヤーか、うん、やってますもんね。そう、あと、うん、長州さんも自分の試合が近づいてくると、うん、突然若い奴らを怒鳴り散らすんだ、うん、メインは俺たちがやってんだけど、うん、自分の試合が終わったら早く帰りたいから、うん、荒れてるふりして帰るんだよそんなことやってる連中ばかりまあ大スポ急スポと一緒だな。ほら、あの連載持ってる新聞紙を最後おでん落とすと。あ、それじゃあ今日はここまで、ガーデン、アイアムチョーロと。すごい面白いですね。面白いですよ。面白いですね、チョーロさん。ね、長州が現場でピリピリしてたのは、うん、早く帰りたいからだったんだっていうのがね、うん、まさかね、杉田水脈議員を使っての長州力に行くという。杉田水脈はそんな切ってなかったそれを踏み台にして長州が帰りたがってる話をすると。ああ、そうですよ、ね、面白いな。でもね、長野は本当にやっぱ配慮ができるなって思うのは、うん、武藤さん嘘つきだからなと、うん、足音の字固めをパッねって言ってるけど、本当は長野さんと一緒に新日本プロレス一緒に盛り上げようって時に、うん、長野と長年の親友なのに一言の相談もなく全日本プロレスに寝返って、うん、あの時はマジで怒ったって昔書いてましたけどそこは書いてる。そこはね、うん、本当の嘘は和解していくわけです。和解していくわけになってるわけです。まあね、あ、大変な時期ってあってるからね、あそこら辺そうだよね。だって K-1 とかの時代でしょ、そうですよ、スプライドとかね、あの時代だもんな。なんかね、僕ら本買ったんですよ最近、プライドのね、はい、
証言 UWF かけるプライドまだやってんの、またあんの、これ宝島社が最近出した本で、はい、もともとね、ちょっと前に最終章、その後に最後の真実っていうのが出て、はいはい、あ、もう終わるのかなと思ったら、まだ証言が、うん、まだ証言は終わらないと。すごいですね。これも正直言っちゃいます、高田信彦に、うん、なんとマーク・コールマン製のことを聞いてて、うん、そしたら、私は仕事をしただけというのが出てまいります。私はホイス・ヒクソンと慣れてやる時も仕事をし、与えられた仕事をしてきただけだということ。そうですね、もう、うん、もう UWF の本かプリキュアどっちが先に終わるかだと。確かにね、シリーズこち亀もたまにやってるもんね。まあまあまあ、たまにこち亀が復活、まあまあまあ、まあ読みたからなどはね、たまにあのネタは溜まってるでしょ、はいはい、うん、確かに溜まるでしょ。ラサールさんも毎日配信やってるからね、ネタ溜まってるもん溜まるでしょラサールさんは。そうね、うん、まあそういうことがね、うん、ありました、はい、あとこれもすごいね、警備していたビルで現金窃盗容疑、アルソック元社員逮捕。え、これはね、警備をしていたビルから現金約190万円盗んだなどとして、うん、アルソックの元社員を窃盗と建造物侵入の疑いで逮捕したと。この次なんですよ、うん、金はパチスロのためだったと。職場から合鍵を持ち出し解錠した。あ、いや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 、アルソックに捕まったんかな、あれ、どこに捕まったんだろうね、うん、警察に捕まったのかなんか分かんないけど、うん、これもちょっと怖いな。これも一言ですね、うん、まあ、前アルソック体操からやり直せと。いやいや、結構きついぞとあれずっとやるのは、うん、っていうね、そういうことです。これは流行るといいねって最後言ってましたね、うん、流行りましたよ。いや流行ってね、流行りました、流行ってないよ。ネタにしたらウケるんですから流行ったでしょ。流行ってねえからね、十分ね、流行ってたらウケねえよ。いやいやいや、俺普通だったらウケねえよ。ネタでウケないぐらいの本当に流行らなかったもんっていっぱいあるからね伝わるぐらいだから、うん、さあ最後はですね、ママスタジアムというちょっと時々取り上げるニュースサイトなんですけども、ママスタジアム、はい、たまに取り上げてます。ちょっといいですか、見出し読んで、うん、小学生の頃の何時何分何秒地球が何回回った時が懐かしい、あ、思い出のフレーズはあるっていうやつになります。言ったことありますか、何時何分、あるね、小学校の時ある、なんか質問した後に何時何分何秒地球が何回回った時、うん、というのが、うん、あったあった。でこういうやつをねちょっと特集してるんですね。おお、子供の頃やった、子供の頃、あ、手袋って逆から言って、あ、6部手で6回ぶつとかね、ひどい話だよな。うーん、確かに、なあ、6部手 で何すんの、え、6部手って言ったじゃんみたいな、あ、とかひどい自分ですよ。そんなようなやつが特集が、やったでしょおい、まさ、マジでマジで泳がしたんだよ今、泳がしたんだ、まだあると思って、ります、マジでリアクション大きく取ったよ、取ったもよかった。給食の牛乳を飲むとき、うん、笑わせ合って相手を吹き出させようとする。いや、もう、もう何もないじゃん、ネタ楽しかったな、ちょっと待ってネタ切れ起こしてんじゃんもうというワードで来いよ、ワードで、やつがありますね。ちょっと待って、はいはいはい、もうちょっとワード欲しかったの。あ、これ、ま、これやったことある、俺、あ、やられたことあるから。ねえ、ちゃんと風呂入ってる、うん、入ってるよ。お前姉ちゃんと風呂入ってんだかよってこれ。ああ、はい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 、お姉ちゃんがいる人限定にな、限定だよね、のが。あ、これは知らなかったな。先生が、うん、何やってるの、うん、人間やってます。はいはいはい、あ、生意気だな、はいはい、生意気なやつだな、これは。今何してる、うん、何もしてない、息してないのかよ。あ、いたいた、それはあった、はい、はい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 、というようなね、はい、やつになってます。いや、すごい盛り上がりましたね。いや、これね、見た時に、うん、俺子供の時やったな、なんかあったなと思い出したんだけど、はい、このニュースサイトを見てから1日経ってるんで、はい、忘れましたねいや、なんか言いたかったんだよ、なんだよ、なんかやったなと思って、お前思い出せよ。うん、ちょっと思い出せなくて、思い出せないんだけど、うん、今日ね、道でね、うん、エロ DVD 落ちてたのよ、DVD の、しかも CD だけ、はい、で生身ね、DVD ね、はい、葬儀屋の前に、え、生徒死だ、うん、生徒死だし、うん、だからその、あ、こう DVD の文化も、うん、あ、もうLDVD っていう文化ももう葬、うん、られてくんだなっていうのを、うん、考えましたね。なるほどね。あとね、最近シミケンの、はい、やっぱり熟女が一番だったって本買ったのね。その、はい、シミケンさんってAV 男優、はい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 、で、熟女優の人5人ぐらいにインタビューしてて、うん、で、その、どういう
なぜその熟女になってからデビューしたかとか、うん、っていうのを結構インタビューしていく。なるほど、そっか。で面白いんだけど、うん、その前に読んだのがあの特集会の徳田虎雄さんの本、あの、うんうんうん、日本にはね日本医師会とかいろいろあると思うんだけど、うん、そこでインディーズの特集会っていう医療法人を作って全国に広げた、うんうん、医療界の大仁田淳と言われてる人なんですけど、うんうん、その徳田虎雄さんが、まあ、猪瀬直樹ね5000枚、うん、あれ特集会だけど、はい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 、でその人の神になりたかった男っていうその徳田虎雄が、うんうん、もうどうやって病院をこう立ち上げていって、で最後いろんな裏切りだとかいろんなことがあるみたいな、結構分厚い本で、そうね、4週間1ヶ月ぐらいかけて読んだのよ、はいはいはい、結構データとかもいっぱい出てくるの、うん、この決まりだこうでこうでみたいな、うんはいはい、難しいなと思って、うん、シミケンのやっぱり熟女が一番だったその次に読んだのよ、うん、1時間で読んだからねあこういうことだなと、いやいや分かりやすいんだよね、俺興味あんだな、シミケンの方が、シミケンの方が興味あるって思った。それはさ、徳田虎雄ってね、久々に名前聞いた気がしますもん。今後もうそういうのだけ読んでこうかないや、いいんじゃない、まずシミケンの全部、シミケンから全部読んで、読んで、まずたまに飽きたらちょっと清水健太郎のなんかやつ読んでシミケン、シミケン縛りだよ、ね、で、たまにあの志村流とか、志村健もちょっと読んで、志村健ね、志村健ね、志村健ね、志村健感じていこうかなと。シミケイモさんね、行けばいいじゃん。誰？シミケイモ行けばいいんですか。清水圭さんね、やがてテレビに出る君たちって本あるよ、うちに。シミケイモ行けばいい。読んだかもな、読んだかも、うん、あ、読んだかも、読んだ気がする。お、読んだ、うん、いや中身がどこ見っこもない、うんうん、あ、覚えてる、全部一字一個覚えてるわ、うん、うん、さあ、皆さんね、子供の時にどういう、じゃ全然広がってないから、騙しをしましたか、はいはい、何時何回何分、はいはいはい、みたいなやつあったら教えてください、はい、なんかね、レッドゼッペリンをね、この前裁判で勝訴したってやつ扱ったら、うん、2件ぐらいレッドゼッペリンに詳しいね、お方がコメントをくれた方がいて、はい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 、はい、ね、ありがたいですね。いや、ありがたいですよ、それね、なんか、うん、ちょっとで、2件、はい、レッドゼッペリン関連で同じ人が書いてくれるんだけど、うん、何ですか、それはね、うん、2007年に、うん、沢尻エリカと長澤まさみがラジオで共演した際、うん、沢尻が長澤に勧めたバンドがゼッペリンだったというね。なんとも言えない情報を、なんかいい情報、はい、いただきましたね。いや、いい情報ですね、はいはいはい、こういった情報で、ね、2007年なんですね、それが、はい、13年前にか、ね、こういった情報はいつでもお待ちしてます、はい、DM でもいいです。表に。いや、いいわ。いらねえわ。出さなくてもいいと思う。という、まあ、そのとこですかね、はい。といったところで、また明日お聞きなさってください。お願いします。